アブリカルビ、早口言葉言っていいよ。アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ。読めるよ、東京特許許可国でしょ。カエルピョコピョコミキョポコポコ、初めてじゃない。合わせてピョコピョコムピョコポコ、あ、無理です。レンバガのオープニング覚え、なんだっけ、覚えてない。でも見たらすぐできそうだし、曲が流れたら踊れる気がしなくもない。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。めっちゃいるとこ寒い。そう、昨日よりはね、でもあったかい気がするけど。あー、長袖着てるからかな。音さえ流せば踊れる。ちょっと見たら思い出すかなぐらい。わかんない。でも全く覚えてない。あー、お話し会終わっちゃいましたね。急に話も。でもすぐあるんだよね、来週もね。いっぱいあるからね、本当に元彼です。リップグロスもいっぱいあるから、みんないっぱい会えるよ。いっぱい会いに来てね、リップグロス。 AKB グループで初めて意味のモバメ撮りました、よろしくお願いします。ナベッチさん、嘘、嬉しい、ありがとう。お話し買います。あ、ありがとね。あ、今してきたってことかな。僕隊いつかな、次。なんかさ、エイトさんめっちゃ僕隊で始めてるからさ、僕隊次いつだろうと思って。多分まだまだ出るメンバーいそう、エイトさん。チーム4のエイトさんも出てほしいな。まあ忙しいよね、みんな。皆さん忙しいですもんね。あ、ナルキャップに挨拶してきた。ナルさんまだ今日喋ってないな。秋葉やばいね。そう、多分無料だと思います。本当にトークだけなので、皆さん。そう、ライブないんですよ。お話からレポによると、クラノーさんも覚えようかなって言ってるらしい。一緒に出れる公演増えるじゃん。私のポジションだったら嫌だな。私のポジションじゃないと思う。でも絶対なるちゃんも覚えてるらしいよ。え、マジ？聞いてみよう後で。あ、会えないかな。会えない気がするな。キッチンカーに来ない。え、ねえ、なんかわかんない、行かない気がするんだよね。コロナの問題もあるのかな、わかんないけど。10月のコンサートの応募まだしてると思います。でも来週ぐらいに発表って言ってた。ポジションは最初に選ぶの。なんかこのユニットやりたいって言ったら、ここにここやらせてもらえたみたいな言ってたから、多分選べるんじゃないですか、わかんないけど。ここやりたいって言ったら多分普通にできるんだと思います。私は自分で選ん、私は16期が誰もやってなかったからやりました。なるとみんね、僕隊に出るメンバー増えてる。エイトさんが多分最初まだ出れなかったのかな、前は。だからみんな一気に来たのかな。コンサート応募してるよ、ありがとう。19日までなんだ。サイリンは出たいって言ったらポジション指定だったみたい。ああ、そうなんだ。ナルさんとのコンビ、ナルとミンで決まり。え、わかんない。なんだろうね、ナルとミン、ナルアヤ、なるみん。でもなるさんはもうなるでしかないもんね。そうだよね、私があやかみんかってことだもんね。なるみん、あやなる、なるあや、なるあやとか。え、なんだろう、わかんない。くらのおと長友。なんだろうね。なるさんってど、なぎなるとかか。なぎなる、なるたお、なるみんだとなるみかんじゃね。なるさんも言ってたよね、それインスタで。こんばんは、こんばんは。今日であゆみちゃん心置きなく押せるようになりました。え、なんかあったんですか。嬉しい、ありがとう。押して押して、蔵のお代理なるみん。
クラのお代になるミンに私をくっつけるとクラのお代お代になるミン。みゆちゃんもいつか僕代入れたいとじゃ、ねめっちゃ出るじゃないですか。マジめん出たい出たいみんなと。でも僕代なかなか出れなくなりそう。どうなのかな、出れるかな私のポジション今今んとこね。そうでもセナタンね、そうでもマチャリンさんと私とメグさん結構多いんですよね。でもまだなんかね覚える人がいたような気がするんですよね、ここのポジション。わかんないけど前は僕ジュリーひまわりの F ポジを覚えます。誰んとこ、はーちゃんとこか。あやなさんもいるけど、あやなさんもほとんど出てない。で別ポジもねそう多いのよ人が。どこのポジションも結局ね。でもいっぱい増えちゃう前に出れてよかった。いっぱい出たからね。誰のとこが少ないんだろう。サムネイル公演もっとたくさんやりたいね。サムネイルね。でも8月はなんか多い気がするけど、どうなんだろう。でもまた新曲とかが始まったら少なくなると思うな。僕とやなきゃ再立ね。確かに16人になったらもういろんな問題解決する。でもね16人はなかなかなさそう。やっぱまださこの前の A 公演とかでもそうだったけど、やっぱまだそう公演でいっぱい広まっちゃうっていう現状がまだあるから。あら明日のサムネイル当たってたけどお仕事で入ってなくなるキャンセルした。あそうだったのね。サムネイルね、浴衣美人いるって聞いてきました。確かにコンサートレッスン始まるとでも僕隊が増えそう。なんだ気がする。よしみんなランキング読んでいくね。ランキング読みまーす。13位ライシー、12位サイリョウイチさん、11位ペンギンイップさん、10位ミンちゃん、9位高梨ゴシンさん、8位ワタルさん、7位アルニストさん、6位 HK さん、5位よしこちゃん、4位ノブさん、3位パタパタタカヒロさん、2位タマちゃん、1位ケンさんです。ありがとう。明日サムネイル行くけどあやみのいる公園行きたやん、会いたいよ。楽しんできてねサムネイル。素敵なメンバーがいっぱいいるから見てきてください。そう、ゆいりさんいる、この携帯ケースに。やっと聞けた。あ、ちょっと待って、さときちちゃん。もうリップの色落ちちゃったけど。たま、ありがとう。ありがとう。よし。では皆さん、じゃあスクショして終わるか。あ、それと私のもあるよ。そっか、夜来れないって言ってたもんね。来れたんだね。ありがとう。押し続けます。押し続けて。はい、チーズ。
何々さんのってある、あるけどさっき来てた、多分スクショしたよ、いるよって言ってたから多分スクショできてると思う。ありがとう。よし、みんなありがとう。では終わります。お話し会来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。てかマジ可愛いな。あ、全身写真撮ってないんだよね。確かに全身誰かに一瞬撮ってもらおうかな。とてでも靴があれなの。でもね、いっぱい撮った。この写真載せますね、どっかに。やばい、もうこの早くを、この部屋を一刻も早く出たい。ちょっと待って、じゃあ片付けするわ今から。よいしょ。あ、やばい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 。確かに全身写せるよ今。もうちょっとゆるゆるになってきちゃってるけど、こんな感じ。ではみんなまたね。バイバーイ。ありがとうございました。またね。さよなら。バイバイ。撮ってくれたスクショ載っけてください。あとお話し会のツイートもするので見てねー。バイバイ、ありがとう。